ハラルド・ツアハウゼンは、ドイツのウイルス学者、ゲルゼンキルヒエン出身、ボン大学、ハンブルク大学、デュッセルドルフ大学で医学を学んだ。1968年に、ペンシルベニア大学で助教授となった。ユリウス・マクシミリアン大学ビュルツブルグを経て、1972年より、エアランゲン・ニュルンベルク大学、1977年より、フライブルク大学の教授を歴任した。 2008年にフランソワーズ・バレシヌ氏及びリュック・モンタニエと共にノーベル生理学・医学賞を受賞した。研究領域は主要ウイルスの研究である。1976年、ヒトパピローマウイルスが子宮頸癌の原因に重要な役割を果たすという仮説を発表した。1983から4年に子宮頸癌を起こす2種類のパピローマウイルスを 共同研究者ともに同定した。これにより、2006年には、子宮頸癌の感染を、ワクチンで予防できるようになった。また、線形コンジローマを引き起こすウイルスの発見、最近発見されたヒトメルケル細胞ポリオーマ緩を、引き起こすサルリンパ球校生ポリオーマウイルスの発見、並びに、エプスタインバールウイルスを用いて不活化細胞を、誘導し、ホルボールエステルを用いて、 ウイルスを複製する技術を開発した。パピローマウイルス及び子宮頸がんに関する彼の研究は最初の解明であったため多くの科学的批判を受けたが他の高リスクのパピローマウイルスについても拡大され確認された。2008年医学に貢献したためガードナー国際賞を受賞。同年人免疫不全ウイルスを発見したリュックモンタニエと フランソワーズバレシヌ氏と共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。2008年のノーベル賞では、同年にカロリンスカ研究所、ノーベル委員会のメンバーであったボーエンジェリンが、HPV ワクチンの特許権を有するアストラゼネカの理事会にも参加していたことが判明し、物議を醸した。これは、アストラゼネカが、ノーベルウェブとノーベルメディアとのパートナーシップを結び、ドキュメンタリーや、 講演会を開催して、賞の認知度を高めたことで、さらに悪化した。しかし共同研究者らは、受賞は当然であると感じており、ノーベル委員会と総会の幹事は、投票時に、アストラゼネカの HPV ワクチンの特許について、知らなかったと述べている。ありがとうございます。